マンドレの会によりますチャリティーコンサートを始めます。
災で子供が親を亡くした子どもたちのために始めたこのコンサートも 4回目を飾ることになりました。ずっとあちらで立って聞いてくださっていたこちら の館長先生の大堀先生、先生がお書きになったこのならぬことはならぬという、これは私がずっと読んでいる本なんですけれども、相手を思う心、そして命の大切さと言っておられます。人生のすべてを復興支援のために寄付をしていらっしゃいますので、どうぞよろしくお願いいたします。今日は本当に長い時間ありがとうございました。